作品名 The Boundaries of the Limit Race, 横浜ステーションコア内、ジョセフ・コスースは、アメリカのコンセプチュアルアーティスト、オハイオ州トレドに生まれた。1965年から1967年に、かけて、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アートに学び、同時キウィとゲンシュタインの哲学に影響を受けた。在学中に言葉をメインとする作品の制作を開始。 はじめは、辞書や類義語辞典に記された定義を扱っていたが、後に、文学、哲学、精神分析のテキストにおける意味の問題へと関心を広げた。1970年から数年間、イギリスのアートランゲージグループに参加した。コスウスの最も有名な作品は、椅子、その椅子の写真、辞書の、椅子の項目を拡大したものの3つを一緒に展示する。 一つ及び三つの椅子である。三つの椅子を提示していると同時に、プラトン的なイデアとしての一つの椅子を表現しようとしている。1969年、有名なエッセイ、哲学以後の芸術を発表した。その中で彼は次のように述べた。豊田市美術館にパブリックコレクションがある。ファーレ立川には、石村道子の椿の海の木とジェームズ・ジョイスの 若い芸術家の肖像の一節を刻み込んだ呪文ノエマのためにがある。ありがとうございます。